まあ、包丁はもともと興味が全然全くなかった。大きい人間になりたい、有名になりたいっていうのがあって、それでたまたま僕の働いてたバイトのお客さんは僕の師匠である白木明治さんで、娘しかおらんからと時はいないということで、これとも後編かっていうことで来ました。18から鍛冶屋の仕入りして16年間白木健一さんのもとで下積みをして、で17年目で今から3年前でこの中川内刃物を設立して今で3年目です。ジュリーさん、皆さんはじめまして、中川聡です。日本の包丁は特に堺内刃物は世界でも日本でも真似できない独自の技法がありまして、それがいわゆる堺内刃物の片刃です。血金と鋼を関節してつけていく、これがまあ堺内刃物なんですけど、それを皆さん、ぜひとも体感してください。お願いします。